お疲れ様です。小野さんです。トラックに乗りながら NFT とか Web3 とか AI の話をしてます。ただいま、埼玉県三郷市、戸ヶ崎。いや、違う。高野におります。ですね、僕は普段 AI の話こうやってしてますけど、で、僕、子供2人いるんですけど、子供たちにも、やっぱこれからは AI、どんどん勉強していった方がいいよっていうような話はしてるんですが、子供たち的にも、それはなんとなくわかるんだけど、自分のなんかこう、実感を持ってというか、体験を持って、AI がこんなにすごいんだっていうのをまだ体験させ上げられてなくて、僕が。そう。で、なんかこう、新しいアプリというか AI が出たら、逐一子供たちに見せてすごいでしょうなんてやってるんですけど、この前ですね、下の娘ですね、小学校1年生なんですけど、じゃあ試しになんか作ってみようっていう話をして、絵本を作ることにしました。まあ絵本って言っても、別に出版するとかそんなんじゃなくて、試しにですね、まあ出版するにしても、まあ電子書籍でできるかもしれないんですけど、まあ練習っていうか遊び程度ですね。で、じゃあまずじゃあ何から取り掛かろうっていう話をしてて、まず娘に、じゃあ何のお話作りたいってこう聞いたんですよ。で、ざっくり、娘の中にもこうイメージがあるんですけど、本人の中でもやっぱり言語化が難しいじゃないですか。じゃあそこを清書してもらう、整えてもらうところからやってもらおうっていうことで、まずチャット GPT にですね、僕が先に、以下の内容で、絵本が作りたいですと。で、話を、絵本の題名とストーリーを考えてくださいかな。それで僕が前置きした上で、娘に、今、音声入力できるんで、娘に拙い、日本語ですけど、それで話してもらって、で、それを、チャット GPT に話をまとめてもらったんですよ。それがすごくて、まあ、そこでまず一つ、感動というか、子供的には驚きがまず一つ、そこで、ありまして。で、ちなみに、できたお話っていうのが、題名が、人間になりたい猫っていうお話、絵本の題名なんですよ。それっぽくないですか？なんかどっかで聞いたことあるか、娘的にもなんかからインスピレーション得てるのかもしれないですけど、人間になりたい猫。なんか調べたらありそうですけど。で、そこで、ストーリーも結構しっかりしてて、ちょっと半分ぐらい忘れちゃったんですけど、普段お家にいるんだけど、こう、人間たちの暮らしを見てモヤモヤしていて、僕も人間になりたいなぁ、みたいなことを言ってて、ある日魔法使いに会って、人間にしてもらうんだけど、普段、僕が見てる、あ、猫が見てる、楽しそうな人間、なんだかが、実際人間になるとすごい、人間なりにも苦労があってみたいな。なんかそんな話だったかな。それを体験して結局猫に戻ってきましたじゃないけど、そういう話があったんですよ。そう。で、じゃあまず、そこでまず一つストーリーができましたと。じゃあ、これを絵本にするために、絵本なんで絵を描かなきゃいけない。そう。で、もう一回チャット GPT に、20ページかな？ 20 ページの、先ほどのストーリーで、20ページの絵本を作りたいです。で、必要な絵のシーンかな？必要な絵のシーンを書き出してくださいっていうふうにお願いして。そしたら20ページ分大事な、シーンを絵本が書き出してくれたんですよ。家でくつろいでるシーン、最初の冒頭の。とか、
魔法使いに会ったシーンとか、そう。で、人間たちがこう、の、仕事をして、こう、人間たちの見えない苦労みたいな、そこのシーンとか。最後結局、猫に戻りましたみたいなシーンとか、それを全部20ページ分書き出してくれたんですよ。そう。で、まあ、そこも娘ももう毎回感動してて、すごーいって言ってて。じゃあそっから、セリフをつけたいんで、で、その先ほどのシーン、ごめんなさい、先ほどのストーリーをもとに、書き出してもらったシーンにセリフを当て込んでくださいっていう風に、これはね、一発でちょっとうまくいかなくて、何回かやりましたかね。で、ぶっちゃけ まあそれはうまいこと僕は指示出せて、なんかそこはね、人間で手作業でやった方が早かった、結果的にはですね、早かったかなって思いましたけど、でもそういうこともできるよっていうのを見せられて、そう、絵本のセリフも入れられたんですよ。あと、その、ナレーションじゃないですけど、あるじゃないですか、ストーリーを、ストーリーの部分とか、セリフの部分とか、それもちゃんと入れ込んで、じゃあもう、絵を作る段になって、ここからまた続きなんですけど、ここからまたやっていこうかなって思ってるところです。で、なんか、手作業でやれば結果早いんですけど、なんかミッドジャーニーでセリフも一緒に入れ込めるっていう生成の仕方があるって僕聞いたんですよ。だからそれ試してみて、ちょっと絵本を完成させたら、またこの YouTube の場で、お見せできたらなって思います。これちょっと生きた勉強だなと思って、こう我ながらいいアイデア思いついたなと 思ってます。っていうところでした。で、また次回ご報告しますということで、あざした。